ネットを中心に、吉野家デートはありかなしかで議論されています。吉野家で食べるのは全く問題ないけど、デートで行くのはありえないわ、という女性がいるということ。高見的に、吉野家デートというよりも、牛丼屋デート、どう思いますかせっかくのデートなんだから、<laughs> 他の方が良いかと私は思いますけどね、はい。 まず、ネットを中心に、吉野家デートありかなしかで議論されてるんだ。だから、あの、彼女がさ、どうしてもそこ行きたいんだって言うんだったらいいと思うけど、まあ何も決まってなくて、行くのに牛丼屋いきなり連れてくのを、ちょっと俺的にはどうかと思うなベテランカップルだったらまだいいです、ね、あ、そうそう、何度もこうね、うん、えー、まあデートを重ねてるんだとしたら、うん、牛丼屋行くとか言って、うん、あ、行くみたいな感じいいと思うんですけど、 あの、ここはやっぱりどちらかが主導権握ってるというか、男性がもし決めるとしたら、うん、僕としては牛丼屋は選ばないですね。やっぱりファーストフードっていうかさ、ファストフードっていうかさ、うんえー、まあ今ではね、決してあの味はどこの店でも引きは取らないと思いますけど、二、うん、人きりでせっかくさ、なんか話したい時に牛丼で囲んで <laughs> ガバババって食うのもどうなんだって感じがしますんで、でね、やっぱりちょっと二人で、 話したいなっていうんだったら違う店を僕は選びま、選んだ方がデートならいいんじゃないかなと思いますよ。で、2回か3回重ねてって、じゃあ今日は吉野行っちゃうみたいな。まあそうですね。うん、そんなノリで行くのはどうなんでしょうかね。こういうこと言うと、あ高見行っておっさんやなと思われるのかな、やっぱり。若者はすぐそのまま行っちゃうのかな。牛丼のデート。若い人はさすがにゆっくりできないですもん。いで、そうだよね。だって食べたらどんどん回転しなきゃいけないもんね。 そういう考えでいくとどうなんでしょうかね。昔ほど回転を求めてないんですよ。うん、今ビールもあったりとか。あそうなんだなん。ちょっと長いできるよう,、ねえー、ような。仕様に昔だって桜井とさ、まあどことは言いませんけど、はい、牛皿一個でビールガンガン飲んでて、帰ってくれって言われた。<laughs> <laughs> うちは牛丼屋なんだよみたいな。ああ、すいませんね、みたいな。 それは言われます、ね。それは言われるよね。あ,はい、あそこビールちょっと安かったんだよ。他で飲むよりもね。だからちょっとそういうことがありましたね。はい、大学生の時でしたけども。<laughs> <laughs>